だけど童貞ってこうなんですよ。わかりますか？こうなんですよ。わかりますこの動きの違い。こういやこういうなんでこういう現象が起こるかっていうと、まあ、童貞な勘違いしがちなことなんですけど、あの激しいとか早いイコール気持ちいいとか思ってるんですよ。逆に早すぎて痛いんですよ。早く動かしてこうやってやってるだけってただ皮膚と皮膚が擦れて女性のここの皮膚がめちゃくちゃ痛いんですよ。あれだからゆっくり当てるところにちゃんと当てないとダメなんですよ。肩は絶対固定、手も固定、腰だけ動かして腰の動きをするんですこうやって。で斜めに反ってあげるとこう上に向くから正常位の時女性のお腹の、あのおへそにこう当たってると気持ちいいんですよ。だからこう反ってあげてこうです。こうするとあのちゃんと当たって気持ちいいんで、それを童貞は忘れんなよ。